カルロッタ・パッティは19世紀のソプラノ歌手。オペラで活躍し、妹には有名なソプラノのアデリーナ・パッティがいる。様々な出展の間で、彼女の少年は由来でおり、1835年、1840年、1842年などの説がある。音楽家一家に生まれたカルロッタは幼い頃、アンディ・エルツにピアノを習っており、その後妹を 追うように歌の道へと入った。カルロッタは子供の頃に歩く際に明らかに足を引きずる障害を負ってしまう。このことが原因で彼女はオペラへの出演を避けてもっぱら演奏会の舞台に上がることを好んでいた。デビューは1861年ニューヨークの音楽アカデミーにおいてであった。同年バーナード・ウルマンと共に北米ツアーを行い成功を収めている。 1863年には、ロンドンのロイヤルオペラハウスでの演奏会において、イギリスデビューを果たし、パリやウィーンでも出演が続いた。妹ほどの名声を得ることはできなかったものの、それでもカルロッタは、アメリカ、イギリス、オーストラリアなどで演奏会を行い、トップ級の地位を手にしていた。彼女は、その非常に広い聖域によって知られており、アルティッシモにより、 G にまで届く声が出たと伝えられる。彼女はこの聖域が栄えるよう、モーツァルトの魔敵から復讐の炎は地獄のように我が心にも絵をよく歌っていた。カルロッタは1八8九年六月二十七日、癌のためパリで没した。注釈八百十七年生まれ、ハンガリー出身の工業主、アメリカで活躍した。役中、木管楽器において、 バイオンを利用することにより、最高音域を奏でる奏法。イタリア語で、非常に高いのい。出典 ABCD スティーブン、レスリー、D、サー、シドニー、ディクショナリーオブナショナルバイオグラフィー、ボリューム46、プリンストンユニバーシティ、ビブリアリフ、P56、ISBN1 から147070393、クライン、ハーマン、アペンディックス Q。 ザレインオブパティ、オペラバイグロフィスアルノプレス p 4 2 7ハット a b カルロッタパティザガス、h the t p コ argus, http://trobe.nla.gov.au, スラッシュ ndp, スラッシュデルスラッシュアーティクルスラッシュ59807482010年6月1日閲覧デスオブ、カルロッタパティ The Mercury, h t t p ュトローブ n l a g o v a u スラッシュ ndp スラッシュデルスラッシュアーティクルスラッシュ9215296セルッチタームイコールカルロッタパティ2010年6月1日閲覧グローブジョージ・フラー・メイトランドジョン・アレクサンドル・ウッドハウスアデラ・ハゲット・ソフィアエディクショナリー・オブ・ミュージック・アンド・ミュージシャンズ・バイエミネント・ライターズ イングリッシュフォーリン3マクミランパブリッシャーズ P734 ありがとうございます。